この竜王様の計画通り、全人類は二度と目覚めぬ眠りについた。これでこの星は魔王みどり様のもの。うわい、青目そこまでだ。レンジャーファブ出動だぞ。レンジャーレッドイエロー、ブルおい、ピンクの番だぞ。レンジャーファブちゃんとやで。兄者も怪人ハヤトだぞ。めんどくせえ。混ざらないなら見てるなよ。悪いですけど、キリンはもうチーローごっこなんてお子ちゃまの遊びにはお付き合いできません。それよりみんなでお勉強すべきです。どうしよう、キリンちゃんが猪俣さんみたいなこと言い出しちゃった。キリンちゃん、お勉強は偉いけど遊ぶのだっていいですか。皆さん、今から魔法のお勉強すれば立派な魔女さんになれるんですよ。よかった、まだまだ夢いっぱいだった。俺も魔女なる。俺も。いや、男は魔女じゃねえだろ。魔女なんか嘘っかなんだぞ。なれるわけねえもん。ヒーローは本物なんだからな。ヒーローのが嘘っかです。ママがお芝居だって教えてくれたもん。魔女さんはちゃんといます。つーか、んなもん両方いる。神谷し、両方きっといるよ。俺はいると思うな。だから二人とも喧嘩はや、う、結果、ね、小太郎、小太郎ちゃん、黙ってなさい。なあ、小太郎。ちょっと待ってね。キリンママだからみどりちゃんが赤ちゃんね。ねんねしましょう。ダメだよ、危ないからね、キリンちゃん。大丈夫、カズマくん。カズマ、イチャイの歌でけ。茶色飛んでた、ありがとう、さくら。あ、キリンの作ったご飯。ねえ、キリンちゃん、ご飯もう一回作ってくれる？はい。よしよし、みどりちゃんは抱っこしてほしいのかな。泣いた。どうだ、参ったか。いてて、参った参った。子供ってこんなパワフルなもんだったんだな。お、小太郎、大丈夫か。そっか、勝利。タカ君、不意打ちはずる。小太郎、今度の休みに兄ちゃんと動物園一緒に行こうか。動物園の入場料っていくらくらいだっけ。でもまあ貯金を使えば。牛兄ちゃんは小茶郎ちゃん、キリンもキリンさん見に一緒に行ってあげます。俺ヒュマンも見る。俺おまさん、あたって。いや、でも休みの日はみんなお母さんたちと過ごすわけだし。ゆうちゃん、いくら弟が可愛いからってひいきは良くないな。この際みんな連れてってやろうぜ。俺も一緒に行ってやるよ。休日出勤ってことでバイト代も出るだろうし。よし、日曜はみんなで遠足だぞ。よかった、これならタカ君も楽しんでくれそうですね。簡単で助かるよな。
ほらこっち向いて。次はいよいよ虎のコーナーだぞ。あれに動じないとは。野生の動物だったら一番最初に食べられちゃうなこいつは。よしよし大丈夫だからな。リュウちゃん、コタロウ。うわ、かわいい。本当にエンジョイ派と海ダメ派に分かれたな。ウサイダさんはどっちなのかいまいち分からないですね。泳ぐ気は全くなさそうですけど。え、超エンジョイ派だけど。水着ギャルを眺めながらもろこしくって寝てるわ俺。よし、じゃあ今度はみんなで砂遊びしよう。無理に海に入らなくてもいいからね。かかってるって。おやま、おやま。よかった。これなら小太郎たちも楽しめそうだ。でっかい山作ってトンネル掘ろうな。それじゃあ今度こそでっかい山作ろうか。小太郎。って遠いよ。そっちも砂利だぞ。これくらい離れてたら今度は水来ないからな。無理強いするのもかわいそうだしな。よし、じゃあ俺たちはあっちで貝殻でも拾ってこようか。本当に熱い。水が恋しい。さあ、じゃちょっと早いけどそろそろ昼に…って…ああ、こりゃこりゃ…リュウちゃん自分の弁当持ってくの忘れちゃってんじゃん。こっちのでかい方がリュウちゃんのだよな。いや、だからってお前らにはやれないよ。ま、そのうち気がついたら取りに来るか。なかったら俺がもらっちゃおう。お？何、小太郎くん、そのキラキラした目は。ああ、自分がリュウちゃんとこに弁当届けに行くってか。あれも行くじゃん。はいはい、とりあえずお前らは自分の弁当を食ってな。いただきます。さて、そんじゃリュウちゃんとこまでお使いよろしく。嬉しそうにしちゃってまあ。しかしいくら校内とはいえ一人で行かせるのはやっぱちょっと心配だよな。あ？あれは。へい。俺の予定では連休はゆかりちゃんとエンジョイしまくって。今だってゆかりちゃんの愛妻弁当を食っているはずで。はあ、つうか未練がましく思い出してねえでさっさと忘れた方。はい、一本釣り。バカだ、あいつバカだよ。バカだ。バカ。どこの子？保育ルームの子じゃないの？先生呼んできた方がいいかな。おい待て、そこの女子。え？あの大事そうに持ってる弁当らしきものを見ろよ。
もしかして初めての